まとめが最高、お嬉しい、今日はまとめ髪をしました。アイパンさんの卒業公演でまとめました。公園くるくるキラキラしてました。お嬉しい、ありがとうございます。そう、でもまとめ髪って踊ったのほぼ初めてぐらいだけど、めっちゃ踊りやすかった。その顔周りに髪がないから引っかからないの、こうやってどれだけ頭を振っても引っかからないから踊りやすかった。お、かわいい、ありがとう、こちらこそありがとう。あ、姫嬉しい、姫、うん、かわいかった、ありがとう。やばいよ。お、シンゴ、I love you。ありがとう。声ありがとう。楽しかった。こちらこそ楽しかったです。ありがとう。花は誰でも声、もう久しぶりでしたね、なんか。お兄ちゃん、だるま。めっちゃ眠たい。でも楽しかった、いい公演でした。そう、昨日は初めて姫を見ました。あ、嬉しい、 X 見てよ、 X、 嬉しい、姫、姫、お話からの受付明日までだから忘れる前に今日申し込みした。あ、天才です、嬉しい、来てくれるのお待ちしております、ありがとう、待ってる。柏木まさきさん、タワーありがとう。柏木まさきさん嬉しい、タワーありがとう、いつも見ていてくれてありがとう、またお礼するね、タワーありがとうです、ありがとう。今日の美女タイプ本当やった、安住にアイライン引いてもらったんだけどなんかちょっと濃いね。ナポリンだるま、トシちゃんハート、つながりました、ナポリンだるま、藤田もだるま、お祝いが遅くなってごめんね、改めて選抜やめた、お、ありがとう、全然遅くなってないです、ありがとう。柏木まさきさん、藤田もだるま、としちゃんハート、2114手紙、天使の夜だるま、としちゃんハート、つーさん、たことだるま、そう、これも嬉しかった今日、 BVE さんだるま、天使の夜だるま、おせぽもちハート、天使の夜ハート、お、昨日のカメコ写真徐々にアップしていく、お、嬉しい、待っています、嬉しい、保存してます全員、全部、なんか「いいね」「いいね」をしようかと思って聞いたんですけど、なんか色許可が必要らしくて「いいね」なのでちょっとまだできないんですけど、心で「いいね」して、心で「いいね」してますので、ありがとう。亀子イノセンスハート、あつよしだるま、キュエルだるま、にちちよハート、あつよしハート、まこっとだるま、くしきハート、そう、これ嬉しい、トニーハート、 XYG だるま、そう、愛の重さ
前日だったんですよ振り入れ。だからやばかった、緊張。次の日にパフォーマンス、緊張。いいねするポストに個別に許可、サンキはバーっとしてる。そうサンキちゃんは OK なんだけど、私が消えたらダメだった。わかんないけど何の違いなの。ダメダメっていうか、なんか勝手にはしないでみたいな。トニーハート、トリコ、タコ、ゲコタ、ダルマ、誰かあげない、ダルマ、お声お疲れ様、ありがとう。 XYG タコ、お、お台場の番号出た、お、ありがとう、待ってる、待ってます。 JC には見えないくらい堂々としてた、やばい、全部間違ってる。 JC でも JK でもなく18歳、やばい。青さんハート、チコマ、ダルマ、筋肉痛はね大丈夫なんだけどね、なんかね筋肉痛っていうよりかはなんか疲労みたいな、なんかそのギコタハート、余韻に浸余韻があるのと、なんかいろいろ含めてなんかこのまだ完全に切り替えられてないふわふわな感じ、心がでやばい。父子もだるま、広島話会の縁日で時間割って内容変わったり、まだ分かんなくて何も伝えられてないので分かんないんですけど、変えれるならば変えたいっていう感じ。くるくるは頭よ、優勝量だるま、レッドキャット、花束、ワンタン、だるま、石皿、ハート、でも3時間あるのでいろいろしたいですね。キヨ、ハート、デフ、だるま、そうでも余韻にねもう浸ってる暇がないんですよ、やばい本当に。くるくるちょっとね、もうあずみんと LINE してこっから 1,2 週間はもう気合で乗り切るしかないねって話してます。もう冷静になったら立ち止まっちゃうので、冷静にならずにちょっと気合でいきたいと思います。気合で、気合だ気合だ気合だみたいな、アニマルさんみたいな。キヨさん、ハート、デフ、タコ、リョフさん、だるま、了解です、お、了解、道中、ひざくりげ、熊田美穂、だるま、のぶろぶい、ハート、そうなんよ、愛の重さの弱者でくるくる小さいなと思ったら使命に同じく小さいず見てもらう、そうなんよ、くるくるめっちゃあれなんかねえコンプレックス倍増されちゃって、あの弱者本当に背高くなりたいってめっちゃ思っちゃった。くるくる背低すぎてなんかもうズドゥンドゥンみたいな、なんかドゥンってさ一気にさ背が低い人おるなと思ったら自分なんよね、めっちゃやだ。今日は大雨だけどフラフェスティバルの日は、お、晴れそう、よかった、嬉しい。リスト係、花束、ジャクソン、ダルマ、レジオン、ハート、フレッシュレモン、ハート、カンさん、ハート、メラティー、あ、いい意味でいい、本当嬉しい、いい意味で使ってくれてありがとう。そうなんよ、もうちっちゃすぎて本当に。朝倉、だるま、たくあん、ハート、あさみ大福、ハート、あ、むしろ好き、本当誰がハリやねん、ハート、H パパ、グーン、緊張、おしゅいち、だるま、くるくるたずみは、ココアさんから小さいものクラブって言われてたね、ストーリー、インスタのストーリーさん載ってたけどさ、小さいものクラブ、ココアさんもですよみたいなココアさんは小さいもの、小さいもの一緒ですよとか思ったけど、
なんか言ってくださる小さなものクラブって。ヒールの高さを調節するのはない感じ。できるもんならしたいって感じ。足の負担は分かんないけど、多分でもなんだろう、別にそこは気にならないのかもしれない。それをジャケ写とかを撮ってくださったり、そういうなんかこういうのを作りたいって思ってる方が、別に身長はそのままでいいと思ってるのだと思う。多分個人的にはもう高くさせていただけるなら高くなりたいんだけど。 KM だるま、ケームハート、ノブロムイハート。背が低い子だけのユニットがコンサートであったけど声かかったら断る。やるじゃろ。だって背が高いのがさ、もうコンプレックスでさ、やだやだって言ってるのにさ、それをさ、せっかく生かすチャンスがあるのにもかかわらず断るなんて、そんなことできないよね。たくまちゃんハート、寂しい夜にかけて誰も走ってる。寂しい夜、そんな夜もあるよね。クロクロのパフォーマンスすごく素敵だから公演中欲しいなってる。公演中がすごく広がりを感じる。ありがとう、広がっていきます。かーくん、誰も髪型かわいいね、かわいい、嬉しいです。2回言っていくスタイルね、嬉しい。なんでしっかりアレンジしたの、本当に初めてぐらいで、言っておろしだったんで最近。腕でウェーブ作るのうまい。めっちゃなんかあれじゃない、マニアックすぎない、それおもろいんだけど。こういうこと、こういうこと、腕でウェーブ、嬉しい、嬉しいですね、マニアックで。トロ太郎だるま、顔の絵文字の方ハート、型なんだろう。そう、嬉しい。おしゃぶまちだるま、あまちだまちレモンスター、おしゅうちハート、トモハート、イノセンス、タコね、新曲癖になる動きあるよね。心が痺れる、こうやってやってますよ。無責任に愛した頃はガルバルと持ち上げて抜けてた。最初1番と2番はのサビはこうやって最後ここなんですけど、ラストのサビでこうキュッキュッってなります。こう心がハマる感じっていう、1番と2番ここでも最後は最後までいく。あ、大人っぽい、やったね、もう犬ぐらい。この元女神で浴衣だったら、いやもう最強、ほんと最強、やりたい。眠れない、今日も、ね、寝れない夜、3曲くらい覚えない、3曲。私の脳みそが、私のあちきの脳みそ、一旦じゃ今日の花誰のもの公演、
今日のポジションの花だれの花だれのじゃない花だれのもの公演のその千穂さんのポジション一回こう一回もう脳みそからちょっと一回取り外しておいてでこれ入れる。アキラハート唐辛子ハートキノコだるま遠いだるまお新書かかったお嬉しいですね。書いてろ書いてろ。一晩で14覚えたらいける。でも違うんですよ、その一晩で14曲はやったことある曲の14なんですよ。でやったことある曲の違うポジションの14か全くやったことない初見の曲の3。うん、初見やばい。初見脳みそ欲しい。まあでもこれやできちゃうのがくるくるなんですよねって言って言い聞かせてやる、言い聞かせる。まあこれができちゃうのが、まあ、くるくるなんですよねって言い聞かせる。かすけハートたかきゅうきゅうだるま。テシのハート竜やだるま、こんにゃだるま、でも私ダンス覚えたり立ち位置覚えたりするより歌詞を覚える方が苦手なんですよね。新しく覚える曲の歌詞がもう頭に入ってこなくて、で初めて踊る曲とかってもうそう踊りを覚えるからその覚えた踊りに集中しちゃって覚えた踊りを間違えないように踊ろうって思ったらもう口が固まってるんですよ。こうやってこう同時進行で、でもさ歌詞で覚えるとさやりやすいよね。てきさ心がしびれるくらいなんかこれは違うけどまるで世界担ぐような重さシーソーとかの心臓お話から予約した、あ嬉しい嬉しいです予約ありがとう嬉しい。確かにここに書いとこうかな、カンペメンバーの名前覚える苦手でもあるよね、あるよね。はんちゃんハートお台場のチケットが2枚ずつ不思議な発見法、何それ、どういう2枚どういう2枚なんかくるくるなのでびっしり文字書いてなるよ、くるくる大丈夫大丈夫そうメイクなんかさ私今日メイク薄すぎていつも聞くの、あずみに今日の顔面で足りないことがありますかって言ったらメイク薄くなったって言って、今日結構なんか何人かに言われたメイク薄くなったって、薄くしたんですよ、まつげだけでも濃くしたらって言われてあずみに塗ってもらったので多分ちょっと濃い。お選抜読みとお話し会楽しみ人、おありがとう嬉しい、待ってるね嬉しい、今日パフォーマンス良かったよ、お見送りってびっくりしてたねした、ありがとう来てくれて、分かったよちゃんとありがとう、よかった嬉しい、可愛いなくるちゃん、これは好きになったんちゃう、くるくるのこと100倍、今今日までの100倍好きになったんちゃう、昨日メイク薄いって、えもう
言われて、てか最近もうメイクほぼ しないの、マジ。なんかさ、メイクなんか、なんかね、なんなんだろう、なんか薄めで生きてる最近は。天才やったね、やったね。し髪手しもて5月6日、あ、伝わってきた、よかった。いや待って待って待って、やばいやばい、5月6日。もうね、なんだろう、上手下手誰かに薄くしてって言われたわけではない、薄くしてって言われたわけじゃないんだけどね、なんかね、気分かな、気持ち。今日のフロントクルクよかった、釘付け、あ、嬉しい、釘付けありがとう。そう、覚えることが、そう、だってこうお台場、まあ、これはじゃあ来たくなるヒントで、来たくなるヒントで、まあ、もちろんさ、一部と二部で同じ曲もやるわけやん、全部もう 100% 全部違うわけじゃないけ、曲が一緒の同じ曲 A っていう曲があったら、一部でも二部でも A っていう曲をやるんだけど、同じ曲だけど全く違う構成でやるみたいなとかがあって、だからもうこの1曲を1曲を2つ覚えるから、何それみたいな、もう どっちだっけあれあれあれ待ってみたいな。オレンジモンスターだるま、宮杉にもセンスなだるま、なのでそういうのも含めて昼夜来てどっちも楽しいよ、どっちも楽しい、同じ曲で違う構成が見える見れる、そう、なんだってでしょ。なんかね、ポジション替えっていうかね、もう全く違う構成って感じ、もう。月影だるま、消えるだるま、マックス少しもハート、お、楽しみ増えた、よかった。なのでぜひ見に来てください、頑張ります。新曲も違ったりとかあるので、でも確かにちょっと緊張する、どんな反応になるんだろうって思う、その曲その曲っていうかパフォーマンスするってなって、まあ、曲が流れ始めたらさ、みんな大体さその曲に対してさ、おーみたいな、おーみたいなさ反応をしてくれるやん。この前の7周年ツアーとかもなんか奇跡という名のストーリーとか言ったら、おーみたいな、それがどんなになるんか気になる。お台場の日は特に、え、そのさ、おーおー系はさ、どういうさ判断で言ってるの、それは、お、この曲あんま聞かんなみたいな時におーっていう、
これレアじゃないこの曲って時に、おーって言っちゃう。どういうあれで言ってる、人によって違うか。予想外の時、確かに予想、ここでこれ来るかみたいな時ね。他グループで人気の曲、そしてスチールしない曲、あしない曲が来たらおーってなる。確かにしない曲とかでもし、みんなが知らなかったらおおおみたいな、前振りがうまく決まった時、あーなるほどね、あるよね。昨日も、あき昨日か昨日か昨日か70年あずみんが原点に、え昨日のさペダルだっけ、めっちゃうまく決まってた。珍しい曲来たとか、ぶっちゃけ曲、確かにぶっちゃけ曲ね、確かに。え先週のラップタイムさね、思ったくるくる参加メンバーじゃないんだけど、あの裏から見れるの、あのボードじゃなくて、あの電光掲示板モニターか、モニターが見えるんだけど、みんな楽しそうな表情してた。好き青春のラップタイム、青春って感じだよね。あそのタイトルにもあるか、そう肩こり、なんか私肩こりからもう頭痛くるから、頭痛、頭痛いなと思ってちょっとほぐしちゃって、ほぐしちゃったりとかしちゃったりとかしてる。そうくるくるは鉄菜と、あつこやまたフライとマックスときすごいバタフライは振りが細かくて難しかった。 めっちゃそのメンバーさんと合わせた。あ確かにシップハロアオラって訳すんだ。あセイラアオラ初恋、ああいうのさ、あの振り付けとかってさ、めっちゃ過去のそのグループの本家さんのグループのめっちゃ過去の振り V とか見るからっていうか、もう本当にその時のメンバーさん、他のグループのだから、レッスン着とかもめっちゃあれなんよ、時代を感じる、動画によって曲とかによって。次元さ、本家の振り付けを知ってる人がおらんじゃん。こう動画を見てこうやって頑張って覚えるしかないから、合ってるか不安になる。初恋はバタフライ多分さ、ちょっと違うなって思う人もいるよね多分。捕まえないでチュルチュルチュル、ここが難かった。切ないねバタフライ、そばにいるのに僕は僕そばにいるのに。ユニアハートインズハート、初恋バタフライ難かった。なんかね、ここ捕まえないでチュルチュチュチュンが、チュルチュチュチュン、チュルチュチュチュン、チュ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 、できるやつは楽しいんだけど、あとここチュ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 の足の動きが、チュチュ
チュ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 とチュ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 もう連動できないみたいな。そうダンスの先生がね教えてくれるんだけどね、そう本家は知らないから、ダンスの先生も動画を見て、だからここ手の細かい動きとかは見えないんよ動画事件で、こうやってとかテレビ番組で出演されてるのとか見て細かい手の動きとかは見つける。モリモリ、あすごい、モリでパイナップル丸にくるくるのくるくる、モリモリ誰もありがとう、ポーコハート、ゴッシーだるま、ポーコだるま、あと普通にくるくるのだ、多分ダンスのセンスの問題なんだけど、これがもう可愛くならなくて初恋はバーッとほら、これこれこの動きが可愛くならないの、どう頑張ってもどうしようと、初恋バタフライ最後の触覚のポーズのくるくるめっちゃ可愛かった、あこれね嬉しい、ダベチだるまサラピさんのおしめの戦隊曲だから踊ってサラピさん楽しそう、嬉しそうだった、うん思った、ホユーさんだるまそう、いやサラピさんね詳しかったし、初恋バタフライの歌割りが歌割りの表が難しくて、なんかメンバー出ていいこう歌詞が書いてあって、ここの歌詞はメンバー〇〇が歌う〇〇が歌うみたいな名前が書いてあるので、だどっかのあれだウインクしたのとこの歌詞、落ちサビ前 D メロか、 D メロの歌割りがなんかまあ、名前書いてあって、まる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 研究生まるまるみたいな書いてあって、研究生って何みたいになって、みんなで誰が歌われなんかはっきりわからんみたいな、でその構成表と違うみたいな、研究生って誰この時代の研究生ってなった時に、サラピさんが研究生はまるまるさんとまるまるさんとまるまるさんだよって言って、じゃあ誰誰が歌われだっていうのが発覚するっていう、すごいサラピさんがその誰が研究生かを教えてください、初恋バタフライの時の、そう HKT さん、でもあれもやってみたい、桜の花びらたちが咲く頃、今日もやってた、あやパンさんとリネさんが、リネパンさんがやってて、やってみない、でもなんか昨日の神戸で最初下手側でくるくるって読みそう、嬉しかったよ、ありがとう、そうあのそういうのを最近その卒業公演とか卒業コンサートとか卒業のあれが多いから考えるんだけど、その卒業ソング、卒業するときに大体みんながやる曲とかって、桜の花びらたちとか桜の木になろうか、10年桜でも STU のメンバーではあんまないけど、親父さんだるま、えキンコンカンコンいいよねとか、 STU の曲だったら大好きな人とかさやるメンバーさんとかも多いけど、うん確かに Give Me 5、沖さんが、沖さんもやって、沖さんやってたよね、とか考える、なんかだったら
何やるっていうのをあずみんと話して、みたいな、10年後にまた会おう、この場所で待ってるよあずみん、でも桜、永遠の桜の木になろう、うん、桜の木になろう、いいな、乃木坂の歌でも確かに、思い出ファースト、 AKB さんはタンポポのケッシングに、あ、そうなの、やっぱ人気度があるんだね、やっぱ。さよならに強くなれ、この出会いに意味がある、悲しみの先に続く僕たちの未来、始まりは愛の重さの写真の木、太すぎおもろそこ着眼っておもろいんだけど、見てなかったわ、ちょっと見てみるね。確かに、まあ太いか、この髪型の後ろは、見える？いいストレッチ。私こうやってやるのめっちゃ好きなんよね。首がバキバキバキって。見た目でくくってからまとめ、そう、あ、なんか編み込みかな、編み込みで編み込みしますねってくるくる、あ、わかんないから、ちょっと おすすめでとか、なんか、あ、お任せしますみたいな感じで言っちゃうからあれなんだけど、編み込みでやるねみたいな言ってたから、多分編み込んでやってる気がする。あ、見返りに来た、今日のクルクめちゃくちゃ可愛かった、いつも以上に、あ、嬉しい、やったね、やったね、やったね、嬉しいだけなんだけど、早っ、55分早すぎたけでしょう。よし、ここから目をバキバキ、オッケー、それではスクショタイム、今日は翼じゃなくてモンスター、怪物になります。愛の重さポーズ、うん、あ、これか、なんか鼻だれ似てる、なんか鼻だれポーズ、これもあるよ、チュ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 、ここがむずい、チュ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 、風に吹く、羽ばたくポーズ、
パンポーズ。今日はオレンジ、紫、緑を飲もうかなと思ってるよ。それでは尽くしタイム終了ということで、告知タイムをしたいと思います。いける時間、告知タイム。5月6日はお台場でフェスがあるので、ぜひ見に来てください。あ、でもさ、あずみと二人、こう同じ曲で構成が違うの曲とかもあるので楽しいと思います。一部二部どちらも来ても楽しめる構成となっております。ぜひお待ちしております。と、5月1日は花ダイナモの公演と、頭が動かないと、あ、5月4日フランフェスティバルの、あのフラワーフェスティバルのあれに出ます。あの声ラジコーナーに出ます。本編の方は、本編っていうかそのパフォーマンスの方は告知されてないんですけれども、メンバーはねという感じなんですけれども、5月4日はの声ラジステージに出演するので、ぜひお願いします。あ、でかくなった、あ、嬉しい、あ、いい意味でね、いい意味。もうでもお仕事がたくさんあることはすごくありがたいことなので、ありがたいことだし嬉しいので、もうが頑張ります。全力で頑張らせていただきますと、あ、お話し会の受付が今日、あ、ちょ明日の1時までとなっておりますので、皆さんぜひお待ちしております。くるくるに会いに来て。6月22日がおすすめです。通称と会とサイン会は1枠ずつしかないので、レアとなっております。それではぜひお話がお待ちしております。男女見たいと思います。13位ジャクソンさん、ありがとう。12位インズさん、ありがとう。11位リョフさん、ありがとう。10位マサオ、ありがとう。9位ツボイユウスケ、ありがとう。8位忘れっぽもち、ありがとう。7位福ちゃん、ありがとう。6位ワンタン、ありがとう。5位モリモリ、ありがとう。4位アツヨシ、ありがとう。3位ツナマヨ、ありがとう。2位シンゴ、ありがとう。そして1位はドゥルルルルパーン、柏木まさきさん、ありがとう。タワーもありがとう、嬉しいです、ありがとう。皆さん今日見てくださってありがとうございます。明日も頑張りましょう。ちょっと頑張ります。それではおやすみー。